平野翔の奇跡的な瞬間に涙が止まらない。コーチェラでの驚愕の光景とは夢の舞台が現実に平野翔がステージを見下ろし感動を呼ぶ。コーチェラのステージで私はある光景に出くわし思わず涙がこぼれました。その光景とは平野翔がステージ上でライトを手で覆い未曾有の感覚を味わいながらステージを見下ろしている姿でした。 コーチェラの舞台で、平野翔が手でライトを遮り、新たな世界を見つめる姿を目にした瞬間、私は感動の涙を流しました。彼の目は輝き、視線は遠くを見つめていました。その姿はまるで夢の舞台に立つ勇士のようで、私はただただ息を飲みました。彼はアイドルグループの仲間と共に、新たな挑戦に向かって世界へと歩み出したのです。 彼は新たな世界、新たな観客に向けて目を向けました。彼の観客たちは、従来の日本の観客とは異なり、黒髪ではなく、白い肌に青い瞳を持ち、夢の舞台に立っていることが驚くべきことでした。私はただ見つめるだけでした。私が長年夢見てきた光景は、永遠に私の記憶に残るでしょう。彼はアイドルグループの名のもとに、 友人たちと共に本当に世界へと踏み出しました。そして彼がステージから降りるとアシスタントから水を一口飲みました。彼はコーチェラのステージで熱を応え続けました。そしてコーチェラのライブ YouTube チャンネルを通じて何千人もの性の視線と画面越しの何千万もの視線を集めました。ナンバーアンダーライン愛の平野翔、ガンユータ、 神宮寺ゆ太は、コーチェラで印象的なパフォーマンスを披露しました。その素晴らしいパフォーマンスの後、彼らのバンドナンバーアンダーラインアイは多くのファンを魅了し、米国の iTunes チャートでトップ10にランクインしました。さらに、ヒップホップチャートでは3位に輝きました。この驚くべき経験の中で、平野翔くんの心はいかなる思いでいたのでしょうか ステージから見下ろすと、黒髪の観客が少ない光景はどのように映ったのでしょうか彼らは本当に世界へと飛び立ったのです。そして、私たちは彼らの音楽とパフォーマンスを通じて、その飛躍を見届けることができました。翔くん、ジンくん、くん、本当におめでとうございます。そして、これからも世界での活躍を応援しています。 今後のジャンルやダンスについてのアイデア、そしてジャクソンさんがアジアの若手を売り出したいという言葉に対する思いなど、様々なことを調査し、プレゼンテーションに菓子折りを持っていく姿が目に浮かびます。その瞬間、胸が締め付けられるかもしれませんが、それは全てが晴れた瞬間なのですね。おめでとうございます。ありがとう。これからも、彼らの活躍から目が離せません。 彼らの音楽が世界中の人々の心に響き渡ることを願っています。コーチェラのステージでは彼らは数えきれないファンの視線を集め生のエネルギーを感じました。彼らのパフォーマンスは魂を揺さぶり多くの人々を魅了しました。その後、彼らの音楽は iTunes チャートでトップ10にランクインしヒップホップチャートでは3位を獲得しました。 彼らの成功は、彼らの情熱と努力の結晶であり、世界中のファンにとって感動的な瞬間となりました。翔君がコーチェラで経験した世界の舞台は、彼にとってどのように映ったのでしょうか彼は新しい環境で自分自身を成長させることができたのでしょうかそれについての彼の感想や思いを聞いてみたいと思います。また、翔君、仁君。 キシ君が世界へ飛び立つナンバーアンダーラインアイについても触れておきましょう。彼らの才能と努力によって、彼らの音楽は世界中の人々を魅了しました。彼らが今後どのようなジャンルの曲でどんなダンスを披露し、世界で戦っていくのか、とても興味深いです。しかし、私は彼らの目から見た世界や、新しい環境での体験についてもっと知りたいと思っています。 彼らがどのようにして世界の舞台を捉え、新しい風景や文化にどのように反応したのか、興味深いですね。また、彼らが世界で通用する音楽やパフォーマンスを提案する際に、どのようなアイデアやビジョンを持っていたのかも知りたいと思います。さて、平野章の目には世界の舞台はどのように映ったのでしょうか ステージから見える黒髪の少ない景色はどのような感じだったのでしょうか翔くん、ジンくん、騎士くん、そしてナンバーアンダーライン愛の皆さん、世界へ飛び立つ姿を見せてくれて本当にありがとう今後はどのようなジャンルの曲やダンスで世界で戦っていくのか、ジャクソンさんがアジアの若手を売り出したいと言っていることなど、様々な情報を調べ尽くしてプレゼンに臨んだ翔くんを想像すると、 胸が締め付けられます。しかし、それは全てが晴れた瞬間です。おめでとうございます。本当にありがとう。最後に、皆さんに質問です。コーチェラでの平野翔のパフォーマンスについて、どのような印象を持ちましたかまた、あなたのお気に入りのナンバーアンダーライン愛の曲は何ですか どんなジャンルの曲やダンスが彼らにとって成功への鍵だと思いますかぜひご意見をお聞かせください。彼らの成功に対する感謝の気持ちを表明したいと思います。彼らの情熱と才能は世界中のファンにとってただただ感動的な存在です。彼らの今後の活動に期待しています。私は将軍の成功を心から祝福します。 彼がアジアの若手を売り出すために努力し、ジャクソンさんとのプレゼンテーションに臨んだ姿を想像すると、胸が締め付けられます。しかし、それは彼にとって晴れやかな瞬間であり、私たちファンにとっても喜ばしい出来事です。